こんにちは、霊夢だよ。同じく魔理沙だぜ。今回からは実戦に入ろうと思うよ。まずは AI 戦でゲームの流れを掴んでほしいんだぜ。ということで早速行くよ。まずはピック画面だよ。この切り取りに失敗して若干汚い画像がピック画面だ。ちなみにこれはプラクティスツールだぜ。本来は5人いるけどプラクティスツールだから1人だよ。ここでチャンピオンを選択するよ。そしてここでルーンを設定するぜ。そしてここで希望のレーンをコールするよ。AI 戦とランクでは不要だけど、ノーマルのブラインドピックでは必要だよ。こんな感じでチャンピオンを選んだら、いざ実戦だよ。さあ実戦だぜ。まず最初に500ゴールドチャンピオンは持ってるぜ。これを使ってアイテムを購入するんだぜ。今回使ってるチャンピオンは、瀬戸、だよ。ドランシールドとポーションを購入したね。ちなみにカメラは非固定で作者はやっているぜ。基本的に非固定の方がおすすめだぜ。ミニオンが到着するまでカットしたよ。この試合は武器を使ってもいいのか。俺の拳にかなう武器があるのか。ファーストブラッド。あのヒートか。そしたらこんな風にミニオンを倒しながら戦っていくよ。敵を倒しました。お、敵を倒したな。敵を倒したのでゴールドを獲得したね。これを使って追加で装備を購入するよ。今回はロングソードを購入したな。ビルドの買い方は後々説明する予定だが、とりあえずおすすめに出てきたものを買えばいいぜ。また敵を倒したが、HP がたくさんあるのでリコールしないで居座るぜ。チュートリアルでやったと思うけど相手のタワー下で戦うのはダメだよ。作者は戦ってるけどね。サモナースペルのテレポートを使ったよ。これを使うと素早くレーンに復帰できるよ。こうやって敵を倒しながらミニオンと一緒に相手のタワーを攻撃するゲームだぜ。また少しカットしたよ。タワーが取れたね。ちなみにカットしている間にさらに装備も進んでいるよ。ちなみにあとは今までの繰り返しなのでまたカットするよ。インヒビターを破壊して、相手のネクサス前のタワーを破壊する直前だよ。注目してほしいのは下の瀬戸の顔がある部分だぜ。左の数値も右の装備品も増えているぜ。
ミニオンと敵を倒してタワーを攻撃する。装備を買う。ミニオンと敵を倒してタワーを攻撃する。装備を買う。これの繰り返しだね。対人戦ではこの間にドラゴンやバロンを取ったりするが、 AI 戦ではその要素は排除されてるので非常にわかりやすいぜ。ということでこれが試合の流れだよ。最後に文字にしてまとめておくぜ。補足としてジャングラーはミニオンじゃなくて中立モンスターを倒してお金を稼いでいくぜ。それとリコール、リスポーン地点である泉に戻ること、すると得られることは2つだよ。1装備を変える、2 HP やマナが回復する。リコールしないと装備は変えないので注意だぜ。ということで今回はここまでだけど、初心者はまずは AI 戦に行くことをおすすめするよ。ゲームの流れを理解しないで対人戦に行っても面白くないと思うし、チャンピオンを理解していないと相手にボコボコにされてしまうんだぜ。次回以降は簡単なチャンピオン解説と、ビルドについても説明していこうと思っているわ。ではご視聴、ありがとうございました。